ルノです。壁を変えたい。あのね、私今ここで作業とかいろいろしてるんだけど、まあ寂しい、寂しいのよこの壁が。なんかさ、いいんだけどすっごいシンプル。いや、いいんだよ、いいんだけどちょっと変えたい。もう春だし、4月だし、新学期だし、新規一点、まあ環境をこの際変えようかなと思って、ちょっと模様替えをしようかなと思い、今回壁を変えました。Amazon で今回壁を買ったので、これを貼っていきたいと思う。でね、私壁を貼ったことはない。貼り方もあんまりよく分かってない。動画とかでは見たけど、正直うまく貼れる気がしない。成功するかも分かんない。まあやってみる。私黄色頼んだんだけど、ちょっとどうなってるかちょっとまだ分かんない。見てみる。お、ちょっとでもクリームかな。でもね、これライトイエローで選んでるから、ライトイエローなんだよ。大丈夫だと思う。ちょっとビフォーを撮らせていただくね。それじゃあやっていこう。で、ただ壁紙を貼っていくのもちょっとあれだから、自己紹介ならぬ他己紹介しようかなと思って。もしかしたらね、この動画でね、初めましてな方もねいるかもしれないんで、まあ自己紹介をしようかなって思ってます。インスタグラムのあのストーリーで、みんなに私を紹介してって言って、みんなに書いてもらったんで紹介してもらおうと思います。うん、じゃあ貼っていきましょう。ルル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 ルノちゃんだ。おー、乾杯。名前は LUNO と書いてるのと言います。基本的にはシンガーソングライターとして歌を歌っております。 YouTube の方でもね、今までカバー動画とか自分の曲もいくつか載せているので、ぜひ。好きな食べ物が納豆、アボカド、ポテト、これ三大巨頭。マジで好き。揚げ物が大好きだから、ポテトフライとかなんてもうすっごい揚げてるじゃん。本当にだから大好き。あー、そうね、アホ毛すごいのよ。どうね、元気ね。ハーフっぽい顔立ち。そうね、ハーフですってよく聞かれるんですけど、純ジャパです。目のね、色がね若干茶色いのよね。だからなんかこうハーフっぽく見えるのかなって、思うんだけど。ルナちゃん5歳、お歌何でも歌えるよ。私今23なんだけど、23に見えないらしいよ。この間もね、あのメイク乗せたんだけど、大人っぽくなりたいっていう精神はまあ実はあるので、まあ、大人っぽ企画としてね、今メイクももろもろ勉強テクズルブルンダーノの語源になったシンガーソングライターらしいよ。あ、私は知らない、もう言ってるだけだから。異論は認める。いい感じ。最初は顔が綺麗系だなと思ってたけど、中身とか話し方本当に可愛いと思いました。本当にね、第一印象と話した感じが全然違うねってはよく言われる。まあもうクールからかけ離れたような中身だよね。自分でも思うよ。最強のウキウキらしいよ。ウキウキ、いやー、あと少し頑張るからね。カバーも全部素敵で、可愛くてアホ毛があって、天然っぽいけど元気で、今度韓国語曲やってほしい。韓国語曲、韓国語できないよ私。 K-POP の日本語バージョンだったら歌えるけど大丈夫かな。朝ごはんはチーズベネディクトです。違います。あと少しだね。とにかく歌声が素敵。歌うと一瞬でかっこよくなる。まあ、これは私が言ってるわけじゃないから、みんなが言ってるだけだから。そう、どんな髪型も似合っちゃう。そう、私もうすっごい気分屋なの。気分でよう生きてる私は。だからね、髪型もすっごいよくコロコロ変わんの。今はねパッツンなんだけど、まあ、パッツンじゃなかったり、すっごい短かったり、いきなりエクステで髪長くしたりとか、本当にいろいろ気分がすごい。曲まで可愛い。うわー、嬉しい。私の今 BGM で流れてる曲およびあとエンディングで流れてる曲も私の曲でございます。嬉しいねー。ラララッタラー。どう、いいんじゃない、割といい感じじゃない。まあこんな感じで模様替えしてみたんだけど、
まあクリーム色だね。まあでもいいか。